米大リーグのドジャースは大谷翔平投手に続き、オリックスからポスティングシステムを利用して MLB 移籍を目指している山本義信投手が契約に合意したと複数の米メディアが報じている。契約額は投手史上最高12年総額3億2500万ドル、約465億円とされる中、米メディアは獲得を逃したヤンキースに関する記事を展開。 今後3年以内に移籍が予想される、という2人の NPB 大物選手を高く評価し、ヤンキースにフィットする可能性について触れている。動画、安ダ不可能、狂気だ、米投球分析家が 160km 超ストレートより驚いた日本人投手の一球、大家の7億ドル、約1014億円、契約だけでなく、 山本まで巨額契約で獲得したドジャースに注目が集まっている MLB の遺跡市場。一方では、有力候補とまで言われながら最後に、振られた、形となったヤンキースについては、ファンからの落胆の声が広がったように、全米を揺るがす出来事となった。米スポーツメディア、クラッチポインツは、ヤンキースの山本追求の失敗から学んだ5つのこと、 との見出しで特集記事を公開最初の項目として、ロサンゼルスは日本のフリーエージェントにとって最高の目的地なのかと題し、大谷や山本との契約に失敗したヤンキースが抱える大きな懸念の一つは、日本から来たスター選手たちのフリーエージェントの行き先としての地位であるとヤンキース目線で分析した。